Господин полковник, я что-то нашел. Секретарь! Секретарь! Вид! Напишите мне рукой, я там один грамм. Мы с этой пуном помним. Достаточно.声や物音で騒々しい大きな共同ホールで音楽家に囲まれていたにもかかわらず、エレナはとても孤独だった。こんな時はいつも外に出て狼のアマに会うことで孤独感を紛らわすことができた。アマといると生命との調和を感じ、エレナの気持ちは満たされた。エレナの両親の身に深刻な危機が迫っており、生存者が地下室に避難民のように暮らしているちょうどその時、エレナは狼アマに会いたくて仕方がなかった。どうして人間は動物や野生とこんなに距離を置くようになったのかしら。生命の奇跡を分かち合うとき、これらの一切の偶然とは思えない一致は必然的に私たちに神の存在を示しているのではないかしら。そうでなければどうやってこの神秘を説明できるのだろう。どうすれば人間は死の不安に応えられるのかしら。どうすれば宇宙を前にしてこんなちっぽけな存在であることを受け入れられるのかしら。その代償は大きかった。人間により人間のために書かれた宗教は道徳の監視人であり、その正式な教義教理は大敗をもたらした。カトリック教が優勢を占める国で育ったエレナは、神は人間の姿に似せて人を作り設けたという教義のもたらした結果に苦しんだ。教義は人間と神の姿に似せて作られている特権を受けていなかった他の万世との間に明らかに超えられない境界線を引いてしまった。動物の価値を下げるために、さらに動物には良心はなく話はできないという突飛な説明がなされてしまった。しかし動物の良心やコミュニケーション能力を示すことのできない科学的証明がなされつつあった。それは単に自分の欲求や行動ばかりでなく、愛情、悲しみ、寂しさなどといった人間が持つあらゆる繊細な感情についても当てはまった。もし動物に言語や表現があったならば、果たして人間と同じように扱われていただろうか。エレナ、この人をフロリアンって言うんだ。制御装置を監視してるんだ。フロリアン、ひょっとして例の奴らがいつ戻ってくるかわかるか？もう全員戻ったの？正確なことはわからないけど、多分ね。じゃあ俺が見てくるよ。エレナ、一緒に来るかい？もちろん、ぜひ喜んで。ジャンガエルのこの提案はエレナの気持ちを明るくした。この暗黒の世界にも馬がいるのだ。馬だっているんだから。それ以上はあえて考えなかった。